わざわざ高知から宅飲みを見て 90% 完成の状態で持ってきてますので、いいなぁ。これはもう昔からの工法ですね。日本ならではの武酒でしょうね。今日がやっと、まあ片具がやっと取れたんで、今日は人を取り付けてわざわざ高知から宅飲みを呼んで家具屋さんに作って今日ははめ込むようにします。はい、金井さんに無理を言われました。わざわざ高知から無理した時間で作っていただいて、断るわけにもいかないので一生懸命作ってまいりました。普段は店舗とか住宅の家具ですね。店舗であるともういろいろ台であるとかレジカウンターであるとか、ブティックなんかだとこの服を載せる棚であるとか。で住宅なんかやと入り口のまず、玄関ドア、下駄箱、各入り口のドア、洗面台、食器棚とか、いわゆる本当に作り付けの家具ですね。テレビ番組のビフォーアフターでちょっといろいろとで、イギリスでちょっと仕事があった時にオーナーが日本の風の格子とか部屋にということで、ただお世話になったということで、イギリスまで来てもらって、だから大変だったと思います。イギリスの材料で、全然日本の材料と違う中でやってくれて。そう、なんでここで考えて、またお世話になりご連絡しなきゃやったと思って、わざわざ来ていただきました。はい。そうですね、前回その今金谷さん言われたイギリスの時は本当にもうえらい目に遭わされました。騙されたってね。例えば日本であってもここで作れって言われたらちょっと大変なんで、もうそれは全てもう工場の方で加工して一度建具も入れてみて、もう最終的なレベル調整だけここでするように、もうほぼ 90% 完成の状態で持ってきてますので。イギリスは1から0からだね。組み立てるだけです。はい。楽しみ。もうだからこの入り口付近とか踏みとか途中で止めてるのは、これができた収まった状態で雰囲気をそれに合った形を作るんで、だからちょっとやっぱり待ち遠しく他の色塗らないでこう待ってて楽しみに。よろしくお願いします。そのくらいだと先生だと思う。これはこの触れ止めを後からここに止めるためのプレートですね。これで縦りを見てここに
椅子を揉めばこの柱がもう倒れないと。せーの、はい、いいなぁ。うわ、はい、これですか。これはあの線っていう木なんですけど、線はウコギかか何かになるんですが、これ全部虫に食われた跡なんですけど、このオキナナはこれ虫食い材って言って、虫に食われたこういうのを割とデザインとして最近使われるようにもなりました。で、昔は割と虫に食われるっていうのはもう商品価値がなかったんですけど、最近はこういう虫に食われたのだけを集めていろいろネット上でも取引されたりとか、こういうなんかこういうちょっとこう変わったデザイン的な使い方をすれば、なかなかこれも面白いのかなっていう。周りは見てると、あのヒノキです。高知県産材の節のない綺麗なヒノキです。そうです、あの高温多湿に強いですので高知で育ちましたから。これですか。これは込み線って言いまして、昔ながらの組み方ですね。これあのボンドとか何も使ってないんですけど、これをほぞと言いまして、この中にこれが刺さってるんですけども、こいつの材料が。でその時にこの柱に対しての穴とこれに対してのここに穴開けてるんですか、こいつにもをちょっとこう2ミリぐらいずらすんですね。で全部差し込んだ状態で見ると、外の柱と中のこのカモイの穴がこれぐらいずれてるんですよ。でそこにその込み線っていう線を打ち込むと、これがぐーっと無理やりここに入ろうとするから、これが最終的にピチャッとこっちで引き付けられるっていう、これはもう昔からの工法ですね。大工さんなんかがよく使うやり方なんですけど、で今回はあのよく既製品で、あのカシの木とかのこういう込み線っていうのを売ってるんですけど、ちょっと和風にって思ったので今回はこれケヤキなんですけど、まあ、同じ型木でケヤキで全部作ってきました。ちょっとだけ色のポイントになるかなと思いまして。そうですね、今度は縦とこの水平を、ぐらいには行きたいですね、この縦具が。とりあえず見たと思うので、一度縦具を入れてみて、それでまた微調整を、最後の微調整をして、それで固定ということにしたいですね。そうですね、今見た限りではそんなに1ミリも狂ってないと思うんですけど、極端に5ミリとか違うと扉がこうカラカラカラッとこういくんですよ。とねじれがあると扉同士がこう、どういうんですかね、ねじれたままこう当たってしまうとか、あの開け閉めが硬いとか、多分今これで本当に1ミリ以内の僕の目で見る限りいけてると思うので、一度縦具これで入れてみて、あの動きを見て、それから最後の本当の最後のちょっとした微調整したいと思います。うわ、三日月
これが手前ですか。こんな綺麗なの。で、このレールのここに水掘ってる。はいはい。そこでしか入りませんので。で、奥ですか。奥ですか。はい、そうか、なんかちょっとだけなんですここに角伸ばしてる。これだよ。これ名前あるんですか。わかりません。ここでしか外れないようになってますから、ここに行かないと外れないので、だからここで仮に地震とかで揺られても、うん、もうここで絶対上がりませんので、これ見てもらったら分かるんですけど、こういう木目ありますよね。これはこの状態で山で生えてる木の状態なんです。こういう木目がこれが木を表で、この後ろ側が木裏って言うんですけども、この表の状態がこういう木目が見える場合は、この状態で山に生えてたという証拠なんですね。で、これをもし逆さまに使うと、この木目がこう上からこう降りてくるんです。で、それは逆木って言って、逆さまの木って言うんですけど、それは良くないんで、これはもう昔からの風習でこう下から立った状態。で、この横のこのカモイとか敷っていうのは、ここの敷地でいうと多分こっちが北ですね、影があるから。で、南でしょう。で、東で、お日様の昇る東、もしくは南側にこういう方を向ける。で、ここの場合ですと木の、立った状態の下側って元って言うんですけど、木の元、あそこが見えますよね。こういうふうに、こういう木の根元の方を東もしくは南に向けるっていうのが昔からのやり方です。そうですね、縁起ですね。これなんかをもう逆さまに使うと、よく榊とかって嫌がられるんですよね。昔からずっとやってきた日本ならではの風習でしょうね。これはかなえさんにやらされたんです。大変ですよ。満月にしてくれたらよかったんですけどね。1センチぐらいの刃物でこうちょっとずつちょっとずつこう深くくり抜いていくんですけど、1センチぐらいの刃やとここで止まるんですね。丸くここまでしか掘れないので、ペーパーを紙ペーパーをこう薄く折りたたんで、それをこう差し込んでペーパーで切るように切るように、この角をのみと順番にのみで引いてはペーパーでこう切り持って切り持って、大変でしたこれ。これを掘るのとこの三日月掘るので10キロぐらい痩せました。これ大変でしたよ本当に。これで OK です。完成ですね。あと裏から鍵をつけますけど、この仕上がりから、はい、ああ、そのぐらいで、はい、いいな、こう
こんな感じです。これを掘り込みます。厚みのある分ここで隙間がこの厚み分掘り込みます。完成しました。いやいやいや、もう思った以上でこの中に入っちゃうと、だからあとのこの化粧をどうしようかとか、壁と屋根と、うん、まあ金井さんに言われた通りのデザインのものを作りましたので、あとはもうお任せしますので仕上げてください、ね。綺麗。そうなんですよ、あの金井さんから一応スケッチいただいて、で見た瞬間に、写真のやり取りしながら、まあ、桜の種丸太であるとか、うん、まあ、最初金井さんから流木って言われたんですけど、僕を探しに行くしかなかったのと、で何枚か写真を送る中で、まあ、これが金井さんの目に留まって、これって言われて、結構かかりましたよ、これは2週間、3週間かかったんじゃないでしょうか。あれ、全部あれですもんね、カンナかけてあれですよね。そうです、全部もうちょっと大きな荒木の状態なんで全部削って、で、全てこの保存っていうのをつけて、組んだやつにこの円を持って三日月を持ってですね、まあ、なんとかうまく収まりましたので、よかったです。なかなか本当にね、中に見えるこの景色がちょうどいい感じですね、これ。大門でも大々だもん。ちょっとご主人がね、色合い的にちょっと自分で考えたいって言ってたから、ひょっとしたらこのまま無垢でなるなとは思う。全部し、こう壁際を仕上げて、ご主人に、ね、色を決めてもらおうと思ってます。どうも、ありがとうございました。ほんなら、コーチ呼んでください。